今日はですね、漢方の病院に行って今お散歩してます。だいたいね3キロぐらいを歩こうと思って今歩いてます。ちょっとね、私はね今日これを買っちゃったの。漢方の病院行ってね、なんかすごくクッキーが食べたくなっちゃって、優しい豆腐クッキーココナッツ味、これを買っちゃって2枚食べちゃった。空気涼しい。こんな格好です。今日はちょっとねバッグが手持ちだから重たいけど、ちょっと3キロぐらい軽くウォーキングして、で今日はこの後お仕事なのでウォーキングしたらちょっと休憩してお仕事に向かいたいと思います。久しぶりに歩いたからなんか疲れるな意外と。ちなみに今日の朝ごはんは最近なんか豆腐になんかいろいろ混ぜて食べるのにハマってて、豆腐にみょうが、大葉、あとちくわ、わかめを入れて、それにめんつゆかけて、で麻薬卵を作ったんでそれのタレを混ぜたのとぐちゃぐちゃに混ぜて、それを16穀米の上にのせて食べるっていう、もう夏らしい朝ごはんを食べました。でもね、今日ね漢方の病院に行ったらなんか私すぐ胃もたれするでしょ、ね、それでなんか胃が張ってますねって言われて、冷えが原因ですって言われて、なんか内側の芯が冷えてるって言われた。下ベロを見せて、あすごいもうめっちゃ冷えてるって言われた。でもやっぱアイスとかダメなのかな、やっぱり冷えをさどうにかして解消したいんだよね。やっぱ冷たいもの食べても暑いからさ、冷たいもの食べたくなっちゃうよね。はい、まあ散歩してまた今仕事場に向かってるんですけど、ちょっとアイスがすごく食べたい気分で、私はこの前ローソンを見つけた時にパリパリのクッキーサンドみたいなキャラメルがあって、もう絶対これ食べたいと思って写真撮ってインスタに載せて、それで買わずに我慢したんですけど、どうしよう、せっかく歩いたから。ああこれローソンだ、ローソンを見つけてしまった。分かった、じゃあここにあるかないかだけちょっと一回確認をして、あったら考えて、なかったらちょっと諦めます。ローソンに行ったらパリパリサンドが出てなくて、でもちょっとアイスを見てしまったら、私はもうアイスが食べたくて食べたくて、これから収録だしやっぱ気合を入れて糖分を脳に入れないとっていう謎の言い訳が出てきてしまったので、ちょっとあともう一個希望をかけて探しにコンビニで、ももう入り時間も近くなってきてるので次のコンビニでもう私は決めます。ローソンのピスタチオソフトクリームでもよかったんだけど、どうしてもやっぱクッキーのパリパリサンドが食べたかったんだよな。セブンイレブンが近くにあるのでセブンイレブンに探りに行って、もうなかったら諦めます。お願いします、会ってください、お願いします。ということで、これとかしてるの、TBS に着いたんですけど、パリパリのクッキーサンドが見つからなくて、こちらを買ってしまいました。ごま卵アイス、これ新作セブンイレブン、知ってる、リサさん、リサさんもアイス好きなんだよ。これ新作よ。ね、あのさクッキーのさパリパリサンドのキャラメル味出たの知ってる？あれ食べたくて探しましたけどなかった。で3軒回って、ま、なくてこれでした。1個あげようか。めっちゃドヤ顔。あ、こういう感じなんだ。ピノみたいな感じだ。ちょっとアイスコーヒーなかったことに。まあ歩いてきたって言ってましたね。そう、今日歩いたから。うわ、おお、ちっちゃいんだ意外と。ちっちゃくない？確かに、本当ピノみたいな。
ね。これうまいわ。濃厚だよ。で、真ん中がもっと濃厚になってる。真ん中にさ、あんこ入ってんのよ。すごい、ね、うまこれ。私めっちゃ好きこれ。濃厚、高い味する。ごま卵ってさ、なんだっけ、どこの名物だっけ。ほら、あんこ入ってる。黒ごまあんが入ってる。練りごまを埋め込んだみたいな。うまっ。これすごい好きかも。どこだったこれ。東京って、東京の玉屋ってところにごま卵っていうお土産が売ってるんだって、うん、それはなんかごまのあんとペーストにカステラがで包んでるらしいよ。でホワイトチョコレートコーティングしたものなんだって。これうますぎる。止まんない、うん、ピノより好きかも。これのさ、チョコボール知ってる？チョコボールのこういうやつ。あ、食べた食べた。あれよりも美味しい。すっごい僕食べてるもんね。やばい、これうまい。でも39カロリーの5個入りだから170カロリー。お姉ちゃんが全部出しになったな。うん、めっちゃ美味しい。甘いの好きじゃないもんね。レサさん1個食べる。しょうがないからあげるよ。じゃあレビューしてもらわないと。レサさんにもレビューして。今ここ回してるから。前回も一緒に私のおうちでアイスを食べたスタイリストのリサさんです。いいよ。だってアイス大好きなんだもん、リサさん。いただきます。これめっちゃうまいよ。てかなんか和が好きな人はめっちゃいいと思う。最初、え、うまくないね。うまいよね。反応が。めっちゃうまい。え、めっちゃうまいよね。てか最初はさ、なんかあれみたいになるけどさ、急にごまくるよね。え、濃厚ごまアイス的な感じ。そう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 。え、なんか下手なソフトクリーム屋のごまよりごま。うん、それはうまいね、絶対。もうラスイチ食べちゃう私。ありがとうございます。うまくないこれ。もう一回食いたくないこれ。これストックするね、絶対に。ストックしたい。うまいもん。すごいね、これね。うまっ。もうちょっともう。じゃあ、ほんとアイス好きだね。大好き、毎日食べたい。新作チェックしてるもん。あ、ね、だって4月も5月も YouTube でもやってたもん、ね、うん、次何だ。6月21から新発売があるの。すごいもん。私のちょっと携帯つきますよ、バッグの中に。なんだっけな、いるのインスタでアイスを新作をまとめてる人がいて、それをいつも私はチェックしてるんだけど、私は絶対にハーゲンダッツはもう新作めっちゃ絶対食べる。あれめっちゃ好きだ。え、サンド、あ、抹茶でしょ。あれもうやばいね。あれもう3回4回ぐらい食べた。めっちゃうまいのさ、マフルサンドでしょ。マフルのね、コーンのね。コーンが美味しいです。え、分かる。優しいんですよね。共感してるかマウント取り合ってるかが分からない。あれめっちゃ美味しいよね。もうさないよね多分。マカダミア抹茶でしょ。ああ、そう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 です。めっちゃ美味しいよ。で、え、あれ食べた、あのマカダミアのクリスピーサンド、ハーゲンダッツ最近のさ新作。え、知らない。あんまり、うん、もうちょっとパンチ欲しいなって感じ。素直。うん、美味しいんだけど、普通に美味しいんだけど、なんかこう、おハーゲンダッツァーっていうのがない。なんか、あ、マカダミアいるか、おーぐらい。だってアイスまとめてる人の新作6月21から出るのよ。でも私は絶対にパリパリのクッキーサンドが絶対食べたい。売ってない。え、パリパリのサンドの分かるでしょ。あれのキャラメルが出た。コンビニアイスとかでインスタ調べると出てくるの。もう食べたい、本当に。あ、これこれこれ、セブンイレブンの。これ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 、セブンイレブン6月21日から7パフェクリームチーズが出ます。絶対うまいじゃん。クリームチーズ、クッキー入ってるパフェ絶対うまい。しかもキリですから、私もキリ大好き。そしてソウの冷凍みかん、うん、私は別に興味ないね。うん、なんかさっぱり系興味ない。濃厚なのがいい。うわっ、セブンイレブンプリンアイス。うちプリン嫌いだね。アイスボックスの濃い果実氷巨峰、あ、まあまあまああったら食べちゃう。あ、シャトレーゼ濃厚バニラアイスクリーム、糖質 70% オフだって。でも私バニラアイス好きじゃないんだよな。
ハーゲンダッツミニカップクッキー&クリームってあるじゃんね、昔これ。なんで、あとこれも気になったら、パルムのジェラートの巨峰、もう絶対食べたい。もう冷蔵庫にあるけどいい。美味しそう、あれ絶対美味しいけど、気分の時に食べたいよね。なんかさっぱりの気分の時、濃厚な気分の時ちょっと受け付けないのよ、体が。うわ、このごま卵めっちゃ美味しかったな。美味しすぎた、本当に。これ絶対美味しいんですけど、どこで売ってんだろう。チーズテリーヌアイスっていうどっかで売ってるらしい。でもとても美味しかったです。もうなかったことにしようか。コーヒーで何にもなかったことになることはないの。確かにゼロな。抑える、甘い口をもっと求めちゃうから抑える。やっぱさ、苦いね、コンビニのコーヒーって、うん、昨日コーヒー屋さんで飲んだやつはさ、すっきりだった、うん、この種類って、うん、そう、これめっちゃ苦い、深い。あとね、入れ方とかもによって違うんだよね。苦いから食欲なくなる。え、うん、うん、私食欲なくなるために飲んでるから、コーヒーは。めっちゃ面白いそれ、うん、なんか食べたいなと思った時にアイスコーヒー飲んで落ち着かせる食欲を。だけど、だから飲めなかったの、ブラックコーヒー、もともとだけど、ね、本当に飲めなくて、苦くてもうーってなってたんだけど、いや、それダメだと思って頑張って飲んだの。そしたら飲めるようになって、毎日飲んでる最近アイスコーヒーで。何でもよかったの、コーヒーの味わかんないから、食欲なくなればいいやと思ってたんだけど、なんかいろんなコーヒー飲むと全然味違くて、わー美味しいかも。俺苦い、いつも飲んでるけど、ローソンの方が苦くないかも。セブンめっちゃ苦い。私コンビニのコーヒー大好きなの、安いから。濃い、濃い、もう最後の最後絞ったみたいな味するもん。それ美味しくなさそうだな。それは美味しくなさそうだな。最後の最後絞ったぐらい濃い味する。深いよね、深い。カレーとかも濃いよ、濃い濃い。あとミルク感が強いね。強い強い、めっちゃミルク。あのさ、こういうちっちゃいミルク全部入れたんじゃないかってぐらいミルクじゃない。ちっちゃい、ちっちゃいあるじゃん、なんか、あ、フレッシュ、フレッシュミルクみたいな、でっていうのかな、なんかガムシロとミルクいりますかのミルク、あれで割ったみたいな。ちょっとあれミルクじゃないから、あれ油、あれミルクじゃない、あれ油なの。あれ白じゃん、白じゃん、あれ着色してる。え、あれ油なの。え、じゃあ何のためにコーヒーと油入れるの。ちょっとまろやかになるんじゃない、こう味わい的に。え、絶対食べたくない、私。飲みたくないね。飲みたくない。え、油なの、初めて知った。なんで人が入れるのあれ。ミルクだから、ね、ガムシロはさ、砂糖でしょ。でもガムシロ砂糖だよ。いや、ミルクと思ってる人いるよ、絶対ね。絶対いると思う。私ミルクと思ってた、ミルクの濃厚バージョンだと思ってた。ちょっと、だから油成分っぽいものだよね、だから。じゃあやばいじゃん、毒じゃん。まあ、でも油は100じゃないと思う。いろんなものを他に混ぜてると思うけど、ミルクもちょっと混ぜてると思うけど。え、じゃあもうさ、え、コーヒーに、うわ、コーヒー苦いの無理だって言って、ミルクとかむしろめっちゃ入れる人ってさ、もう砂糖と油入れてるみたいなこと。やだ、絶対できない私。もう見れない、それも。魔の食べ物と思っちゃう。だからあれ入れるのと普通のミルク入れると味ちょっと違うと思うけど。そうなんだ。え、初めて知った、23年間生きてて。言おう、今度それ入れてる人いたら、それ油だよって。知ってた、それ油だよ。もうないと。知ってる、油だよ。そうしよう。ショック、かわいい感じだね。忙しいね。はい、ということで支度しました。来月もまたアイスのレビューやろうと思うので、もし皆さんがこれめっちゃ美味しいとかいっぱいコメントでくれたら、私がそれを食べます。でも食べるか、みんなも。まあ食べて美味しかったものとかも募集してみる。確かに、うん、食べて美味しかったものをコメント欄で教えてください。それを私が食べます。ということで、これから収録してきます。で、ちょっとお弁当食べます。アイスを食べたのにお弁当食べます。皆さん、アイス楽しみにしててください。本当にね、このごま卵、ごま卵の宣伝みたいになってるけど、ごま卵しか食べてないから、本当にたまたまコンビニ行ってごま卵あって見つけて食べたの、本当に美味しかったので、ぜひ。これ5個だからさ、
5人連れてけば1人1個で済むじゃん。そしたら39カロリーで済むから。だからあのダイエット中の方も1粒だけと思って食べてみてください。ということでありがとうございました。バイバイ。